日本放送協会 NHK ラジオ第一番組一覧 NHKFM 番組一覧 NHKFM 番組一覧は NHKFM で放送されているもしくは過去に放送された番組の一覧である一部地上デジタルラジオ実用化試験放送 NHK ワールドラジオ日本ラジオ第一で放送されている番組もあるラジオ第一。 国際放送で放送される番組は NHK ラジオ第一番組一覧も参照。2021年4月改編。祝日、年末年始、大型連休、8月のお盆の期間中は通常の編成ではなく特別番組を放送することがある。場合によってはそれ以外の日にも特別番組が放送される。主なもののみ掲載。この他にも、 単発の特別番組がいくつか存在する。担当、山田宮子、他に毎回1名のゲストが出演する毎月1日に、緊急警報放送が行われる時は11時50分11時59分と、放送時間を1分短縮する。平日早朝、枠平日朝枠平日午前枠平日正午枠、平日午後枠平日夕方。 枠平日夜枠平日深夜枠土曜日、早朝枠土曜日、朝枠土曜日、午前枠土曜日、正午枠土曜日、午後枠土曜日、夕方枠土曜、日夜枠土曜日、深夜枠日曜日、早朝枠日曜日、朝枠日曜日、午前枠日曜日、正午枠日曜日、午後枠日曜日、夕方枠日曜日、日夜枠日曜日、深夜枠その他二千二十一年度、放送番組時刻表本放送は、 ラジオ第一と NHK ワールドラジオ日本で日曜8時5分8時55分に放送。NHK ワールドラジオ日本では2013年3月までは木曜、金曜の18時30分 -18、5 2放送だったが2013年4月以降は国会中継や高校野球全国大会の中継、その他放送権の都合で放送されない。 スポーツ中継がある関係で、ラジオ第1放送の同時放送ができない場合の空白時間帯の穴埋めで放送されることになる。ABNHK 公共楽団定期演奏会放送日は午後7時のニュースは休止となるが、例外として2009年5月9日の2009年度5月 A プログラム第1646回定期公演放送時には19時 -19。 12ニュースを放送するため、番組が一時中断された。また、2009年5月20日は休止の代わりに通常、FM では放送されることのない20時代のニュースを、通常放送されているラジオ第一 NHK ワールドラジオ日本と、同時放送した。ラジオ第一で W 杯やオリンピック等の、 スポーツ中継や NHK 予算審議の録音中継があるときには FM 単独放送となる。北海道では年1回ほど札幌放送局制作の札ツ FM コンサートに差し替えられる。高校野球地方大会中継があるときは一部地域で休止となる場合がある。本来はラジオ第一放送で放送される高校野球が この時間帯は日曜討論の放送が最優先となっているための措置である。なお、高校野球全国大会中継があるときは日曜討論が録音で夜間に振り替え放送されるため休止はない。2014年4月1日放送開始。放送開始当初の番組名はミーシャアフリカの風であったが2015年3月31日より 現在のタイトルに変更。また、放送時間は2018年3月20日までは、最終週を除く火曜23時翌0時、再放送は翌週火曜10時11時。2018年4月3日から2021年3月23日までは、火曜23時23時50分、再放送は翌週火曜10時10時50分。2021年4月4日より、 現在の時間で放送。東北地方では、サバトセーラ東北を放送するため、ラジオ第一のみの放送となる。鳥取では2011年3月まで、毎月最終土曜に鳥取文芸館を放送するため、初回放送を聞くことができなかった。2009年1月の放送より、番組タイトル末尾の西歴年表記がなくなった。 国政選挙開票速報のため2007年7月と2009年8月の2度放送が休止となった。AB 一部地域で放送休止、原力放送のお知らせがある場合は0、59.30で途中飛び降りとなる。山田が休みの際、平見木次郎が代理で案内役を務めたことがある。以前は午前一時まで通常の FM 放送の編成を送っていたが、 近年は、夜間、早朝に渾身を起こしやすい地域へ配慮して、ラジオ第一での放送開始時間に合わせて、翌朝5時までの同時放送を行っている。ラジコで、NHK ラジオが聴ける、NHK 民放連共同ラジオキャンペーンの一環として、期間限定で、実験的に配信2017年10月2日、正午頃より、配信開始ラジコ。 http:// コロンスラッッシシュュスララジコ j p スラッシュ n e w s r e l e a s e スラッシュ p d f スラッ2 0 1 7 7 0 9 2 0 0 0 1プレスラリース。pdf2018 年4月17日閲覧。ラジコで、NHK ラジオが聞ける4月12日より、全国を対象に2018年度の実験配信を、開始、株式会社ラジコ。 2018年3月22日、月金の祝日のみ18時台に放送されていたが、最近は3枚シリーズ、または単発特番が放送されることがもっぱらである。2013年4月から2015年3月までは、月1回日曜日は、関西地方では、ラジオ NMB48 を放送するため、キラクラの本放送、音の風景は差し替えていた。 2008年1月の年始特番を最後に放送されていない番組の放送予定聞きどころを紹介するインフォメーション番組2011年度からはテレビ放送の BS プレミアムの番組案内も紹介するようになったクラシックカフェが2時間番組で朝の再放送では次の番組まで5分空いてしまうので埋めるためのミニ番組終了後は 音の風景になっている放送開始当初は、最終火曜23時翌0時、再放送は翌週火曜10時11時に放送。2018年4月より、金曜カルテット枠の、第1週金曜23時23時50分、再放送は翌週金曜10時10時50分に放送。放送開始当初は、最終水曜23時翌0時、 再放送は翌週水曜10時11時に放送。2018年4月より、金曜カルテット枠の第2週金曜23時23時50分。再放送は翌週金曜10時10時50分に放送。放送開始当初は、最終月曜23時翌0時に放送。2018年4月より、金曜カルテット枠の第3週金曜23時23時50分。 再放送は翌週金曜10時10時50分に放送。放送開始当初は最終金曜23時翌0時、再放送は翌週木曜10時11時に放送。2018年4月より金曜カルテット枠の第4週金曜23時23時50分、再放送は翌週金曜10時10時50分に放送。ありがとうございます。